はい、どうも、スタドラです。今回は、シーズン21、プラチナ隊がめちゃくちゃ簡単になるサーバーについて話していきます。今シーズン、プラチナ隊のランクが難しくて、ちょっと停滞しちゃってるよって方や、今より簡単にランクを盛りたいって人は、ぜひ参考にしてみてください。この動画ではあんまりプレイ内容の解説はしません。4つのサーバーで数試合ずつソロランクをプレイしてきたので、それぞれの場所でのクリップを背景にどこが簡単かっていうのを話していきます。では本題に入っていきます。皆さん、今シーズンのランクの難易度はどうですか？自分的には割と難しい方なんじゃないかなと思っています。特にね、前回プラチナの盛り方っていう動画を出したように、プラチナからマイナスがでかいんですよ。なんで脳死でキルムーブだけをしているようではよほど強くないと厳しいです。特にソロとかだとね、残り日数もそんなに長くないので、サクッと漏れる場所とそれぞれの環境を紹介します。一番おすすめのサーバーは最後にしておきますね。じゃあまず一つ目のサーバーがシンガポール。ここはもう言わずと知れたプラチナ隊の救済措置みたいなサーバーで、どのシーズンもとりあえず漏れなかったらここに行けばなんとかなると言ってもいいくらいでした。ただ今シーズンはちょっと違います。このサーバーのおすすめ度は3です。まあなんでかっていうと、まずプラチナ3とか4ではチーターが出てきません。シンガってチーターが少なめで、敵もそんなに強くない中で、まあラグもギリ耐えれるっていうのが利点なんですよ。となるとチーターはいないじゃないですか。でラグも言ったら、近いアジア圏のサーバーとか東京に比べたら、まあそりゃラグい。で大事な敵の強さなんですけど、まあ弱いです。10段階評価で言ったら平均3くらいの強さなんで、倒しやすいんですけど、味方にも言えることなんですよね。これはちょっと自分の考えなんで、まあ参考程度に聞いてもらえればとは思いますが、今のこのマイナス60の環境で味方が中途半端に弱いっていうのは厳しいです。味方がある程度強ければついていって順位を伸ばしつつ、取れるとこだけキルを取るでいいし、相手が本当に弱かったらもう突っ込んでて 1v3 をするみたいなこともできるんですけど、ちょっと弱いくらいだと無理やり突っ込んで 1v3 しようとしたら負けるし、味方についていくと生産性のない中距離の打ち合いがグダグダ始まって、まあ漁振られるか味方が先に落ちます。なんで今のこのプラチナで安定して盛りたいって思うんだったら、もう逆に味方はめちゃくちゃ強いかめちゃくちゃ弱いっていうサーバーを選ぶべきなんじゃないかな。そういうわけで、いつも大絶賛なシンガポールはまあちょっと盛りやすいくらいですかね。ラグがあんまり気にならなくて敵の強さを落としてみたいって人は行ってみることをおすすめします。リザルトは大体こんな感じ。雰囲気だけ分かってもらえればいいです。ちなみに撮影中は来ませんでしたが、強い味方が来たら絶対勝てます。なんでフルパなんかだとおすすめ度が上がりますね。で次オレゴン。ここは正直おすすめしないです。まあそもそもオレゴンは敵は強いけどチートが少ないから仕方なく変えるみたいなサーバーなんですよ。さっきの理論でいくと敵は強い方がいいって感じるかもしれないんですけど、それ以上にラグい。敵味方の強さは別にこのままでいいんですが、こんだけラグいと自分のパフォーマンスがえぐい下がります。もちろんチーターもいないんで、わざわざこんなに遠くに変える必要はないかな。ピンが高くて何が一番きついかって、遮蔽に入った後にダメージを食らうんですよね。まるでチーターに倒されたかのようなダメージ表記になることもあると。普段からピンの高いサーバーでやっている人ならまだしも、いつも東京でやってるって人が急に行って同じパフォーマンスを出せるかっていうと難しいです。まあただ将来的にダイヤとかマスターあたりでランクを上げたいってなったら、必ず使うサーバーにはなるので、興味がある方は挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。敵味方が強いサーバーでのおすすめの立ち回りはもうとにかくついていくことで、その中でダウンをせずにダメージを出す。上手い人って車線管理が得意なんで、その人自身は被弾を減らせるんですね。ただそうなると逆に車線管理が下手な人がいつもの 2,3 倍ダメージをもらうことになるんですよ。感じたことないですか？自分よりめちゃくちゃ上手い人とやってる時ほど、なんか自分のパフォーマンスが下がってるみたいな。あれは上手い人が勝手に前で全部倒しちゃってるっていうことももちろんありますが、それ以上に今話した車線管理の部分が大きいと思います。
なんでも本当に油断しないことですね。最近はライフラインも流行っていて、逃げたらサポートで作れるっていう場面も多いんで、とりあえず生き残りましょう。何試合かやった結果がこんな感じ。明らかにパフォーマンスが落ちていますよね。同じレベルのランクで回しているんで、差が分かりやすいかなと思います。で、次に東京。ここのおすすめ度は4。敵味方もある程度上手くて、なんといってもラグがないんで、自分のパフォーマンスが最大限発揮できます。なんで正直今シーズンは普通にランクを上げたいだけなら東京でいいです。さっきのオレゴンと一緒で、味方についていきながらダウンしないようにダメージを稼いでいく。ただ東京のちょっと良くないところは仲間が多い。今で言ったらセンチネルかな、ああいうのが多いんで、迂闊に戦うと全然わけわかんないところからワンパンされます。じゃあわざわざ戦わなければいいじゃんって話なんですけど、そうすると今度はキルポが取れません。自分が普通にソロで回していても、終盤までキルポが1から3しかないみたいなことが多かったです。これだと今のシステム的に一気に大量に盛るみたいなことができないんですよね。あとはマイナス60を食らった時にかなり痛い。もうずっと終盤までは戦わず、取れるキルポだけ取るっていう立ち回りを徹底できるんだったらいいんですけど、そんなの続けてたらどっかで戦いたくなるじゃないですか。それで勝負して負けた時に精神的にかなりしんどいと思うんで、まあある程度どこで戦うかなんていうのは考えといた方がいいんじゃないかな。で、初動ファイトはまあ基本しない方がいいですね。敵味方がある程度強いサーバーっていうのは、そういう武器ガチャとか運ゲーになった時にちょっとでも相手に運が偏ると負けます。運で負けたってなるとモチベも下がってきちゃうんで、最初物資が揃うまでは安全に行きましょう。ただ逆に長物を撃ってるようなパーティーには突っ込んじゃっていいと思ってます。近距離戦になったら武器1個持ってないのと同じだし、自分たちが詰めてるわけだから周りのパーティーから長物で撃たれるって確率も減ると思うんで、すぐに来そうなパーティーがいないんだったら戦いましょう。リザルトはこんな感じ。明らかにパフォーマンスが上がってますよね。ダメージの伸びが違います。これはラグ差による影響もあるし、何より安全に終盤まで生き残ってるっていうのが大きいですね。なんでダメージに対してそこまでキルが多いっていうわけではないです。で、最後、個人的に一番おすすめなのが台湾。もうね、ここは敵味方がとんでもなく弱い。表示されているランクの2個下くらいでマッチされてるんじゃないかって思うほど弱いです。あんまり弱い弱いとか言いたくはないですが、まあ相手の強さはクリップを見れば伝わると思います。これは別に自分が強いとかじゃなくて、単純に相手の問題です。ここまで相手が弱いと 1v3 ができます。まあ厳密に 1v3 って意味じゃなくて、3対3の状態から1人ずつ自分が倒していくみたいな。味方2人が落とされてる状態の 1v3 と、味方2人が全く戦ってない 1v3 っていうのは全然状況が違うんで、こっちには味方2人がいるぞっていうのを見せた状態で1人ずつ倒していきましょう。相手も人間なんで、始めたばっかの初心者がここに来ていきなりダブハン取れますっていうことはさすがにないです。ただある程度戦い方を知っていて、詰めるタイミングや引くタイミングの判断ができる人ならうまく戦えるんじゃないかな。もう本当にここら辺は好みですよね。自分で前線を切り開いてキルポを大量に獲得していくことでさっさとランクを上げたいって人と、ある程度強い味方と安全にポイントを持っていきたいっていう考え方の人、どっちがいいとか悪いとかはないんで、前者なら台湾、後者なら東京かな。フルパだったら圧倒的台湾がいいですね。ここはいつもチートが多いんで、ダイヤからはね正直しんどいと思うんですけど、プラチナだったらとにかく盛りやすいです。このサーバーでは初動ファイト全然 OK です。ある程度武器が弱かろうが返せます。まあでも初動くらいは安全に武器を探してもいいかもしれないです。で、リザルトはこんな感じ。最後くらいはスタッツがいいやつを載せておきます。でもやっぱりこれも同じランクで回していて、これだけダメージに差がつくんで、やっぱそれだけ難易度に差があるっていうのはわかると思います。さっきも言った通り合う合わないっていうのがあるんで、自分はここが合っていると感じました。はい、以上がシーズン21盛りやすいサーバーの紹介になります。レート制だったちょっと前までのランクとは違って、
今はちゃんとランクでマッチするし、マイナスも60と大きいんで、自分に合ったサーバー選びが必要かなと思います。正直東京でいいかなとは思いますが、ちょっとしんどいよって方はこういうね、シンガとか台湾に変えてみるっていう方法もあるんで、一度変えてみて無理だったら戻るようにしましょう。他にもね、こんなおすすめのサーバーがあったよとか、今シーズンここはどうですかなんていうのがあればコメントの方でお待ちしてます。メンバーシップの方もやっていて、入っていただければ一緒にプレイすることも可能なので加入お待ちしてます。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。では今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。